ダブリンシティ大学はダブリン旧区グラスネビンに本部を置くアイルランドの国立大学である。1989年に設置された。大学の略称はなく、1975年にダブリン国立高等教育研究所として設立され、1980年に発足した大学である。1989年9月にリムリック大学と共に大学としての認可を得た。 リムリック大学に続き、1922年のアイルランド独立後に設立された2番目の大学である。アケスビー、MBA 協会、ESB ビジネススクール、ヨーロッパ大学協会、アイルランド大学協会、アイルランド大学の加盟大学である。2020年現在、17,400名の学生と8万名以上の卒業生。 ダックコネクテッドを通じる通信教育の学生が約1200名いる。また、日本語、日本文化専攻を設けている。英語のダブリンシティ・ユニバーシティ、またはアイルランド語のオルス・コイル・チャター・バイル・アサクレアは、ダブリン市内にある大学という意味合いを持つ、国立大学のため、ダブリン市立大学と和訳するのは誤りである。日本語ではダブリンシティ大学のほか ダブリン市大学とも訳される。大学評価の世界的指標の一つである、クアク・アレリ・シモンズによる、QS 世界大学ランキング2021では、世界第439位で、ヨーロッパ第274位、国内第5位であり、創立50年未満の大学ランキングでは、世界第61から70位台等である。過去最高は、2012年の世界第324位、 また、タイムズハイアーエデュケーションのザ世界大学ランキング2021では、世界第501から600位台等、国内第7位であり、創立50年未満の大学ランキングでは、世界第101から150位台等である。中央出願局は、ダブリン式大学に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学士課程の出願を、 担当している。入学の決定は、カオが合格受験者に通知を出すよう、ダブリン式大学が指示している。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。最低限の入学要件があり、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。医学や音楽、演劇など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要もある。カオは、 アイルランドの国家統一高校卒業試験のリービングサーティフィケートの結果に応じて合否を決める。イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。大学院への入学は ダブリン式大学が直接担当する。1975年に臨時で設立され、同年の6月18日にリアム・マルケーが代理理事に就任し、その翌日には最初の理事会が開かれた。ダニー・オヘアは1977年に理事に就任し、22年間、務めた。初期の段階では、後にダブリン技術学院となった学院と統一される。 構造になることが意図されていたが、1978年に独立した機関が設置することになった。1979年、ダブリン市内中心部から5キロメートル離れた34万4000平方メートルの敷地に移動し、ダブリン市議会のアルバートカレッジパークの北にあった。アルバートカレッジ棟は移動前から残っている唯一の建物である。 ヘンリー・グラタンビルは隣接するレストランとともに1981年に完成した最初の建物であり、近代的な大学のキャンパスを形成するために多くの建物が追加された。1986年に技術教育に関する国際研究グループが設立され、ダブリンとリムリックにある国立高等教育研究所の将来を調査した。報告書では、 総合大学と認可され、大学名をダブリンシティ大学、またはレンスター大学と名付けるべきであると述べていた。最終的にダブリンシティ大学という大学名が選択され、1989年のダブリンシティ大学法によってこれが認可された。初期の焦点は科学と技術だったが、ビジネススクールも有している。最近では物体芸術や人文科学においても、 存在感を高めている。ダブリンシティ大学は就職プログラムをアイルランドで最初に設置した。ダブリンシティ大学はアイルランド全国及び海外の学生以上に35年以上にわたって高等教育を提供している。1982年に国立通信教育センターが設置され従来の通信教育プログラムを提供していた。オンラインサポートの要素で ますます設計されているという現実を反映するために2004年に国立通信教育センターに変更された2013年に教育機関の一部としてオープン教育部門を備えた国立デジタル学習研究所を立ち上げたオープン教育部門はアイルランド居住者と世界中の学生に提供するオンラインコースと学位プログラムの増加を管理している2002年に アイルランド舞台芸術アカデミーの本部をダブリン式大学に設置する計画があったが廃止された。2016年9月、ダブリンにある他の3つの教育機関、アイルランド聖公会教育カレッジ、マターデイ教育研究所、セントパトリックカレッジの編入手続きを完了した。キャンパスはすべてダブリンの旧区に位置している。グラスネビンキャンパス、セントパトリックキャンパス、 オールハローズキャンパスの主要キャンパスが3つある。また、ダフ、アルファキャンパス、スポーツキャンパスを含むと、計5つのキャンパスがある。グラスネビンキャンパスグラスネビンキャンパスの総面積は、約20万2000平方メートルで、コリンズ通り、アルバートカレッジパーク、バリームン通り、ヒルサイドファーム、セントエーダンズ学校に隣接している。西のバリームン通りと北のコリンズ通りから、 グラスネビンキャンパスへ出入りできる。セントパトリックキャンパス旧セントパトリック教育カレッジの裏側のスポーツフィールドがある。セントパトリックキャンパスはトルカ川の北ドラムコンドラ中心部に位置している。教育研究の活動の大部分はこのキャンパスで行われている。オールハローズキャンパスオールハローズキャンパスはドラムコンドラの住宅街のグレースパーク通りにある。 オールホローズカレッジの土地、建物、墓地で形成されている。統合された旧アイルランド教会教育大学の宗教的要素を監督するアイルランド教会センターもこのキャンパスを拠点としている。スポーツキャンパススポーツキャンパス、またはセントクレアキャンパスはバリーマン通りの西側にあり、面積は14万2000平方メートルである。だく アルファキャンパスダクアルファイノベーション18000平方メートルの10エーカーの敷地。グラスネービン中心部の北にある建物のダクアルファキャンパスは未来の技術の開発を目的とした研究キャンパス。コネクテッドヘルス、再生可能エネルギー、IoT の製品を開発している350名の従業員を抱える35の企業が拠点を置いている。ダブリン式大学には テレビサウンドスタジオ、コンピューター室及びネットワーク設備、言語、通訳研究室、ビデオ会議室、印刷、グラフィック研究室など、広範な教育施設、研究施設がある。ダブリンシティ大学言語サービス株式会社は、英語のトレーニングを提供するキャンパス内の会社であり、他にも、専門の翻訳及び通訳サービス、言語評価、多言語の e マーケティングサービス、 言語サービスプロバイダーなどとしても機能している。キャンパス内には、インター振興センター、保育所、医療センター、カウンセリングサービス、身体障害者サービスがある。他には、学生芸術劇場、チケットマスター直売店、デジタルカフェ、スポーツクラブとサークルの会議とセミナールーム、スターバックスが2点、3つのプール、バンドの練習用のグラスルームなどがある。 小売店では、6つのレストランと2つのバー、コンビニエンスストア、薬局、理髪店、学生自治会店、銀行、ゼロックス副社センター、書店などがある。キャンパス内のスポーツ施設には、スポーツ複合施設と、エアロビクススタジオ、スピニングスタジオ、静粛スタジオ、4つのスポーツホール、2つのスカッシュコート、ガラス張りのハンドボールラケットボールコート、 フィットネスセンター、卓球場、ボディコンディショニングアリーナ、登校照明付きの人工芝ホッケー場、7つの様々なスポーツ用芝生、8つのサッカー場、屋内クライミングウォール、4レーンの75メートル屋内、スプリントトラック、有酸素運動マシン、フリーウェイト、レジスタンスマシンを装備したジムがある。スポーツ複合施設では、専門のスポーツトレーナーが常駐し、 フィットネス体制についてアドバイスを提供している。プール、足湯、スパプール、スチームルーム、ウェルネススパ、アイスファウンテン、ラコニウム、マルチジェットパルスシャワー、サウナ、香り付きマルチジェットシャワーもある。スポーツホールは3つのバレーボール、バドミントン、またはバスケットボールコートに分割できる。スポーツキャンパスでは、スポーツパビリオン、2つのバージョン、 二つのサッカー場、ラグビー場、ホッケーやサッカー用の投稿証明付き人工芝場などがある。アルバートカレッジパークの国立テニストレーニングセンターには10面のテニスコートがある。アルバートカレッジパークにはゲイリック体育協会場、陸上競技場、構成により4つから6つのサッカー場もある。ダクスポーツアカデミーは2006年11月に発足された。 会員で選ばれた者には、奨学金が与えられ、キャンパス内の量、教科書や授業料の財政支援、個人的な授業、主要な国内及び、国際大会への立ち入り、理学療法とマッサージ、スポーツ栄養学のアドバイス、ハイパフォーマンス教育の講演会やワークショップなど、それぞれ最大1万ユーロの支援を受けることができる。2009年には、スポーツセンターオブザイエアーアワードを受賞した。 ダブリン式大学の学生寮はダクルームと呼ばれている。1990年代半ば以降、アイルランドのすべての大学は、キャンパス内の学生寮を構築してきたが、依然として少数派である。ほとんどの学生寮はアパートであり、ダクキャンパスレジデンスによって管理されている。以下のキャンパスに学生寮がある。2020年現在の学部は下記の通り、 2020年現在の研究科は、下記の通り。オライリー図書館、オライリー図書館内2020年現在の付属病院は、下記の通り。図書館ダブリンシティ大学図書館は、ォ本図書館であり、アイルランドで出版されたすべての書籍を法的に入手することができる。語学学校ダブリンシティ大学には、アイルランドで最初に建てられた大学の看護学部がある。また、 アイルランドで最初のビジネス情報学習士を設立した大学でもある。ダックコネクテッドと呼ばれる通信教育の長い歴史があり、学部、大学院のオンラインコースが数多く提供されている。また、デジタルオンライン学習の現代的なモデルの設計、実装、評価の最前線で世界をリードすることを目指している国立デジタル学習研究所も運営している。二度は、 アイルランドのオープンラーニングアカデミーを通じ、無料のオンラインコースの設計と配信も管理している。アイルランドのアクチュアリー試験会場でもあり、プロメトリックテストセンターがあり、アイルランドの大学院経営試験の試験会場でも、ある。入学試験中央出願局は、ダブリン式大学に代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び、欧州自由貿易連合の学部課程の出願を、 担当している。学部家庭への入学の決定は、顔に合格受験者に通知を出すよう、ダブリン式大学が指示している。大学への入学はもっぱら学力に基づいている。大学には最低限の入学要件があり、英語、またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。また、ヨーロッパ大陸の外国語での合格最低点が必要な場合もあり、 数学の高レベル試験で40%を超えると、総合点数に25点加算される。また、個々の学部、コースにはさらに入学要件がある。例えば、理系学部は、通常、一つ以上の科学科目で、特定の点数以上が必要となる。アイルランドの国家卒業統一試験の、リービングサーティフィケートの科目試験には、高レベル、普通レベルがあり。 入学条件にレベルを指定する場合もある。また、試験の総合点数で、学部、コースに必要な総合点数を達成する必要も、ある。総合点数は、通常リービングサーティフィケートでは625点満点で、あるが、医学部など一部の学部、コースは別の試験を受ける必要があり、必要最低点数が625点を超えることも、ある。 例えば、2018年の工学情報学部計算機、学科データサイエンス専攻では、最低総合点数454点が必要な、上、数学の最低得点が80%以上である、必要がある。合否は、顔によって毎年8月中旬に発表される。アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、イギリスの一般教育終了上級レベル。 フランスのバカロレアなどの欧州連合及び欧州自由貿易連合の試験や国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、または居住者ではない出願者には異なる出願手順が適用される。日本を含む欧州外の場合、国際バカロレア、一般教育修了上級レベルなどのいずれかの受験者で最低入学条件を満たすならば直接入学できる。 ただし、入学を保証するものではなく、優れた試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。それ以外では、1年間、または2学期中1学期間のファンデーションプログラムを設けている。最低限 ILs で5.5以上、いかなる試験項目で5.0を下回らない、英語力の場合は1年間、最低限 ILs で6.0以上、 いかなる試験項目で6.5を下回らない。英語力の場合は一学期間のプログラムを受ける。大学院の場合、英語力に加え、学士の GPA を3以上で卒業している必要がある。また、一部の研究家により、さらなる入学要件がある。2020年現在の大学認定研究センターの一覧は以下の通り、スポーツクラブと サークル様々なスポーツクラブやサークルがあり、学術、文化、コンピューターゲーム、スポーツなど幅広く活動しており、合計で150を超える数になっている。また、日本サークルなど様々な国をテーマにしたサークルもある。サークルとスポーツクラブは、資本金の一部から財政的支援を受け、学生委員会のみによって管理されている。サークル運営委員会及びスポーツクラブ、 運営委員会は自身の方針と資金を管理、推進している。政治アイルランドの主要な政党は学生によって学内で代表している。2012、2013学年度では共和党が最大の政党であり、ルアドリー・モーランが議長を務めた。伝統的にキャンパス内で最大の労働党と会員数が30%減少した統一アイルランド党はいずれも2位。 3位となった。法律に基づき、政策立案等地帯によって管理されている。その機能は、国立高等教育機関法に外設されており、ダブリンシティ大学法で改定された。1997年の大学法を含め、大学として認可されている。運営団体の31名は、様々なグループや当局によって選ばれ、教職員と学生によって選出されたメンバーが、 含まれる。卒業生は直接一人のメンバーを選ぶことができる。2019年現在、ダブリン式大学長はアイルランドの元欧州委員会委員のマーティン、マクリースと元法務長官のデビッドバーンである。大学全体に以下の出版物が配布されている。2020年7月現在、211校の大学と 学術交流協定を締結している。そのうち11校は日本にある。日本、ありがとうございます。